ティーナー始まりまして、国会議事堂前もイチョウの紅葉の名所になっています。ではどうぞお近くでご覧ください。国会議事堂です。上の方に248メートルのミッドタウンタワーがご覧いただけます。上階部はリッツカールトンホテルが入っています。近代的な建物の奥、この建物の後方にはヒノキ町公園があり、緑豊かな庭園が広がっています。さあ、そして前方に賑やかな街並みが近づいてきておりますが、六本木の交差点に出ます。高速の前にアルファベット表記で六本木の名前が入っていますが、各国の大使館が多く集まっている場所です。六本木交差点アルファベット表記、こちらもよくテレビに映りますが、追加をしてまいります。夜の街、これだけ上が空いているオープントップバスですので、とても香ばしいいい香りが漂うこともあります。東京タワーの手前、手前、左上にアルファベットの M、森とアルファベットで書かれているこちらのビルが来月開業いたします。アザブダイヒルズ森 JP タワーで、高さが330メートルです。まずね、お帰り、出発のお時間は後ほどお伝えいたしますが、どうぞお時間までにお手洗いをお済ませいただき、バスにご集合をお願いいたします。お時間厳守にご協力ください。今日は250m、 ではバスを駐車場に捨てますので、
になります。スカイツリーこの辺りで見よう。左前方に豊洲エリア、そして右前方にはお台場エリアと続いていまして、右奥コンテナスト、オレンジ色の光を放つダントリークレーンをも夜景にしてしまうという美しい東京港です。飛行機が飛んでますね。ここ羽田空港がとても近いので、飛行機が飛び交う様子もご覧いただけます。トライアスロンの大会も行われておりました。お台場海浜公園です。でこのお台場には商業施設も多くあり、13の映画館と150のお店が入るアクアシティお台場、そしてライトアップです。紫になりましたね。そして左側、豊洲大橋とその奥重なるようにこれからレインボーブリッジが見えてまいります。豊洲大橋は一般道路ですが、新しい橋ですので綺麗に照明が設置されました。グリーンとブルーが下から照らされていますが、ちょうどこの先でレインボーブリッジと重なるとまたさらに美しい夜景になります。渡ってまいりました。右側の永泰橋と今度左側一瞬ですが築地大橋のライトアップです。左側です。通っていますね。で工事中ということでちょっと一部見えないんですけれども、この左側もうサタップがまたとても綺麗です。ちょうど横付けになりましたね。いいところで信号待ちです。ゆっくりご覧ください。歌舞伎座だ。で今月は錦秋10月の大歌舞伎が公演されています。三越見えましたでしょうか。今の時期限定ということで、今銀座だよ。いただきました。まだ朝夕華やかですね。高級ブランドのお店が軒を連ねております。左側ガラス張りの奇抜な建物は江戸切子を参考にデザインしたと言われている東急プラザ銀座です。でも今から電車のカードくぐり見せますので、手を伸ばして物を出したりしないようお気をつけください。結構スレスレです。近いですよ。では行きます。ここでガードくぐっていきます。結構スレスレ、もう意外と近いですね。信号待ちになっちゃいましたね。ちょうどガード下で信号待ちですけれども、何か。また右上、第一生命も書かれているビルですが、ここは GHQ マッターファー司令部が置かれていたところです。そして右前方に帝国劇場が見えてまいりましたが、チャーリーとチョコレート工場の公演が今月は行われております。赤レンガの東京駅、どうぞご覧ください。ライトアップの東京駅は本当に魅了されるものがあります。大正ロマンを思わせるような、そんな素敵なライトアップです。左側に新丸ビル、右側には丸ビルと丸の内を代表するビルの間を進んでいます。正面の東京駅は東京の表玄関としてはじめ大正3年に作られました。ではどうぞ正面東京駅お近くでご覧ください。こちらでもウェディングの撮影が行われていたようですね。それではもう間もなく東京駅丸の内南口に到着いたします。どうぞお忘れ物がございませんよう、前の網ポケット、お足元、お座布団抜群にいいですので、ぜひ足を運びになってみてください。この右側ですね、信号のすぐ横に入り口がありますので、こちらからお入りいただいてお越しいただきましたこと、心より感謝申し上げます。今日も少し風が冷たく感じられますが、季節の変わり目、体調の変化も大きく出やすい時期になっております。どうぞ皆様、お体を大切にお元気でお過ごしください。またお目にかかれますことを常務一と楽しみにお待ち申し上げております。ありがとうございました。ありがとうございました。では停止に入ります。もう少々お立ちになるとお待ちください。